ではみんな、メイド YouTuber、マジカルストップメアリーと、ハムと、セン太郎と、ももです。今日のパンツの色は、ピンクです。萌えキュー萌えキュー大丈夫ここら辺は。いやそれちょっと待って、売春になっちゃうよ。なんかしたらやっぱ言わない。はい、はい、大人なのに女子服着てるカフェ所属しております、洋服タンスから迷子になってきました、まゆみです。よろしくお願いします。マジカルの所属、おとぎの庭から来ました、あかです。よろしくお願いします。マジカルの所属、新世界から参りました、あがたの足にメタモルフォーゼネルマです。お願いします。人狼をしたいと思います。でね、ちょっと前の人狼はもうやったと思うんですけど、今日この2人をちょっとゲストに迎え入れました、前の人狼メンバーに。なんで7人で今回はやりたいと思います、はい、では、役職の発表をします。人狼が2人、市民が3人、占い師1人、騎士1人の、スタンダード方式でいきたいと思います。はい、はい、ではスタート。はい、ということで全員役職が見えて、はい、占いさんだけ占えるという設定にしております。はい、はい、そしたら4分間の昼の投票タイムというやつの前の、会議をしたいと思います。はい、はいはい、何か言いたいことある人いますか。はい、お占い師でした。おえで、はい、センタローさんを占いました。はい、人間でした。はい、なるほど。人狼ではなかった。そう、はい、はい、占い師です。あ、え、信憑性はあります。それはそう。じゃあお願いします。誰を選びました。メアリーさん。あ、メアリー、はい。人間でした。ありがとうございます。まあ、ただの市民です。悪いな、ちょっと。本当の人狼の友達を拡散させるために、わざとセンタルさんの人間つって、自分の味方につけようっていう作戦の可能性もあります。なんでここが完全に一致かわかんないけど、ももちゃんが、今回過重人格いないので、ももちゃんが人狼っていうのはほぼほぼ決まりじゃないかと。思っちゃいますね。人間側です。いや、まあ、セントさんはだいぶ高くないんで大丈夫。俺はそれが今すごい。セントさんは正直にももちゃんを信じるのはあんまり良くないかもしれないですね。人間なら。え、あれだけ。ももちゃんだって YouTube で俺のこと騙したよね。分かんないけど、セントさんはももちゃんにあんまり今乗っからないんで、人狼同士じゃない可能性あります。なんで、まあ、私から出るとこの3人の誰かがもう一人の人狼の可能性は出てくる。市民です。市民、市民、殺さない方がいいです。シンプル市民です。シンプル市民、はい、え、シンプル市民ですか。シンプル市民、ワンちゃん釣られてもいいってことですか。釣られてもいいですよ。なるほどね。でも俺できれば長生きはした。昼間ももちゃんを釣って、でも占い師釣っちゃったらあれじゃないですか。いや、占い師ですから。普通なんでそういうこと言うの。ここのタッグが弱い気がするんですよ。ここで確実にももちゃんを倒した方がいい可能性はある。とりあえずその騎士さんは守ってほしいです。昼の話してんだ。あ、そっか。あ、やばい、本当にあと15秒なんで。死んでもいい人はいない。あ、死んでもいいですよ。じゃあ、じゃあとりあえず、でもさ、いや、じゃあセントロさんにしましょう。普通の趣味なんですよね、だって。はい、じゃあセントロさんにしましょう。はい、また俺最初。はい、終了です。終わりましたか。はい、終わりました。あ、まあ、じゃあ、センタロウさんがお亡くなられになられたので。はーい。で、夜のターンになります。その犠牲者は、まゆみさんです。はい、では、昼のお話タイム4分です。はい、はい、占いました。はい、誰を。ハムさんです。はい、人間でした。はい、そうです。はい、はい、ちょっと分かんなかったんで、はい、ハムさん占いました。人狼ですか。まあこれは本当にそうだと思う。まあなんかももは普通だったら多分私を占った方がいいわけだな。なんでまあ対抗してる。まあメルモでもどっちかだね、普通は。あ、占っちゃいました。まあそれは絶対に人狼じゃないと分かってるから、ね、ここがそうだ。だからなんで昼の投票でまあももちゃんを倒して、もう一人の人狼がまあハムの可能性はある。
ここで歯が出たから。あ、死んでもいいですよ。水泡間違えたら終わりか。終わりか。あっちの二人残ってた。あ、じゃあももちゃん絶対死んじゃうんだ。人道って分かってる人を倒さなきゃいけない。メルも信じるなら。ここどうかなって思って。本当に。あ、ここ。うん、あ、マジか。まあ、さっきの感じ。まあそうだけど、なんかでもももちゃんここにベラベラしてると思うな。どういうこと？え、だから占い師だから。そうだから。だからそっちもどっちで。なんか瞬時失敗しそうだし。そう。ってことは本当にセンターのそんなこと思う人も。いや、なんかここがそのももちゃんに加勢しないから。うん、加勢した方が私は自分だと思う。うん、だからこれももちゃん死んだら終わりか、ワンちゃん。いや、ちょっと怖い。え、わかんない。そう、でもわかんない。みんなわかんない。メルもあんな説ある。いや、メルもこれで自分だったら私ちょっとマジで怖い、怖すぎると思う。だって私を味方につけた方がいいってことも考えてる。うん、多分うちももちゃん単純に人狼で相方はちょっとわかんない。まあ昼はももちゃんでいいと思う。もうわからんから。でも占い師なんですよ。ここは占い師なんですよ。って市民も死んじゃうの。あらちゃんが終了です。どうしましょう、どうしましょう。やります、投票です。はい、昼間ももちゃんがお亡くなりになりました。勝ちました市民の。イエーイ。まんまです。もうまんまなんだ。ほんとまんま。え、ワンちゃんいけると思ったの。最後に人狼を人狼チームが逃げて撃ったんだ。人狼がスムーズすぎて。え、そうだ、そうそう。え、本当に人狼みたいなさ、そう、なんかもしやここではって考えの浮かんだ瞬間すごい怖くなっちゃった。そう、私は人間だから。もしメルモが人狼だったら、え、私のことを味方にしようとして最初人間って言ったのって思ったら、怖い。急に頭がそんなに優勢だけど、絶対そのままではないだろうってなったら、もうめちゃくちゃシンプルでしたね。はい、人狼、2回目ですね、2回戦目。今回は、さっきいなかった多重人格っていう狂人ですねを入れます。多重人格は人狼陣営なんですけども、占い師に調べられたら人間と出ます。人間なんですけど多重人格者は、人狼陣営です。なんで人狼が生き残ったら勝ちです。なんで、人狼2人、市民2人、騎士、占い師、多重人格は111います。はい、はい、そしたらさっきとはちょっと順番を変えました。まゆるさんからお願いします。はい、そしたら会議します。いますか、占い師さん。おっと、出ませんね、今回。出ないで見ます。出ないで見ますか、じゃあ。いや、それを待ったんだよ。出ないかな、一人目。占い師さん。出ないね。じゃあ、本当の占い師出ますか。本当の占い師お願いします。出ます。でした。で、これごめん、何も考えずに自分占い師なのにパポッと一番上の人としちゃったんですけど、なんで迷いちゃうことしたの。調べました。普通に人間でした。人間です。まあ多重人格を今回は入れてるので容易には信じられないです。一応ただ今回私以外が出なかったのでどうしようか。そう、ね、多重人格と、そう、人狼がいる中で通常の占い師以外が出ないとね、結構これは逆に難しいかもしれない。昼間の人、昼間殺す人を騎士にしてしまうと、あー、そこに私死んじゃうの。そう、だからそこはもう普通の市民ですっていう方だから名乗り入れる。市民ですか。普通の市民、死んでもいい。はい、市民です。普通の市民なんで死んでもいい。本当は不思議ですが市民です。私メールも信じちゃうんだよな、もう分からんけど。かわいそうだけど、セントローさんっていい気がする。またまあいいけどね、普通の市民だから。昼間、まあ、市民側がかかって冷めたらリアル市民をここで残しててもいい気がする。うーん、ですね。だからその怪しいどっちか。怪しい。こっち
いいですか。じゃあちょっと占いくださいよ。じゃあももちゃんおひるまえ倒して、ハムかワカのどっち占いますか。ワカさん占いますか。じゃあワカ占います。私はひるまは、じゃあももちゃんを私は夜、若ちゃんを占います。私、行きたがる時のセンタロウさんのとあれ、何かあるんですよ、次。私にをなんか潰したがる時のセンタロウさん。え、これ昼間若つんのありかな。あ、いいです。え、もうわかんねえや。ダメだ、どうしよう。から、いや、俺つんの全然いいけど。いや、占いたいです、私は。あ、俺を、まあ、あ、全然いいよ、占ってる。いや、だから、ちょっと長生きできる。それ、いやいやいや、ももちゃん釣りますよ。結局殺される。はい、終了です。はい、終了ですね。犠牲者は迷いさんです。マジか。まあ、分かっちゃう、調べて人狼でした。なんで、まあ、もう一人を探す。まあ、昼に、まあ、若ちゃん投票して人狼が死んで、で、まあ、まゆちゃんが騎士だろうが騎士じゃなかっただろうが、私はどっちにしろ脱稿されます、次の夜。まあ、僕じゃあ、この市民団の代表として。はい、はい、なんで取り仕切ってください。騎士います、ちなみに。まあ、死んじゃったと思うな。ね、多重人格どうしたの。死んだ、まゆちゃん。多重人格、ワンちゃん食っちゃったじゃない、オカミ。まゆちゃん、そういうこと。え、多重人格、あ、そっか、多重人格ってオカミも分かんない。分かんないですよ。人狼の人狼の相方は死んだ。そしたらこれ勝てますよ。ねえ、そうだよね。うん、人狼の相方がいなそうじゃない。え、最初に死んだ。いや、ももちゃん人狼で、死んで、死んで、多重人格もしか死んでたら、あの、余裕のよっちゃんです。余裕だよね。そう、若ちゃんが人狼だったんで。え、こんな簡単な人狼でいいのか。まあ、一旦若ちゃん亡くなって、もうでも私これ最後のところになっちゃいますけど、夜絶対殺されるんで、うん、狼だ。一旦大丈夫ですか、市民側。じゃあ大丈夫です、任せますよ、頑張ってね。じゃあ終了します。じゃあ昼の投票です。じゃあ、お願いします。はいはい、昼の投票で、おっと、私が殺されましたね。で、人狼の勝ちです。人狼勝ちですか。人狼の勝ちです。うわ、え、待って、多重人格誰。はーい、え、なんで、おかしくない。メアリー殺された。ちなみに人狼、こことハムさんだ。そう、だから2人はな、私に入れるのか。入れて、どっちか。私はお母さんでしょ。ええ、あれ、なんで頭おかしくなっちゃった。殺したい男でした。